は東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。ここに右の下の一番奥歯です。そして今虫歯の治療をしています。そしてこちら側が見るとなかなか見えません。そして鏡で反射させこの下の虫歯を治療しています。そしてこの下には親知らずが残っています。患者さんの希望は親知らずを抜かずに手前の虫歯、そして親知らずの虫歯もあるので両方治療してほしいという希望です。麻酔なしで今行っております。ここには親知らずが一部頭が見え、そして歯肉がかぶっている状態です。そしてエアーで乾燥させ、このように虫歯を見ていきます。麻酔は一切しておりません。麻酔をしないので削りすぎはありません。虫歯をどう捉えるかということが一つ問題です。虫歯菌を全部削って取れるのか、悪いところと考え全て除去するのかということが大きなこの治療のポイントになります。そしてこのようなところは当然ラバーダムというものはかけられません。そしてかける必要もないわけです。このように虫歯を除去していきます。あなたの希望に沿った治療を最大限努力いたします。そして必要なことだけを行いますので、保険適用とならないということをご理解いただければと思います。やはりこのような処置は時間がかかります。ですから他の患者さんの合間にやるとか、ということは橋本歯科では一切しておりません。親知らずに関して心配の方は一度ご相談にいらしてはいかがでしょうか。